さすが塾の先生やね。仕事道具や感じ。そう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 。カバンと中身が、うんうん、多分合ってない。カバンの中身は、うん、人生も含まれるってことや。ああ、なるほどな。いらっしゃいませ、川西カバンの川西です。このチャンネルでは長く愛されるものづくりをテーマに日本一を目指す川西カバンがお届けしております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今回の川西カバンの休日は、はい、みんな大好き、はい、カバンの中身を教えてください。はい、というわけで、はい、今回も、はい、ゲストの方に来ていただいて、はい、カバンの中を体験していきたいと思っております。はい、今回のゲストの方は、はい、どんな方でしょうか。現役塾講師ですよね。はい、そうです。現役塾講師、塾講師のカバンの中、塾講師のカバンの中、あれかも、参考書入ってるかもしれない。大体参考書やろ、ね、参考書と参考書ばっかりやろうね。あとあれやわ、行きましょう行こう。現役塾講師の佐野先生です。どうも、こんにちは。お願いします。はい、愛媛県松山市から来ました、はい、佐野太郎、はい、昭和52年3月11日生まれ、はい、個人情報もクソもないですね。個人情報もクソもない。おしまいに住所まで読むなと思ったんで、全部出してしまうね。その塾講師の佐野先生の今日はカバンの中を見ていきたいと思います。はい、いただきます。はい、えい、はい、えい、お、はい、というわけで今回は現役塾講師の佐野先生のカバンの中を見ていきたいと思います。はい、お願いします。カバンの方が2つあると。2つ、そうですね、日常使いしてるものでしたね。はい、2つともじゃあいきましょうか。2つとも行こう。はい、おー、メインとサブみたいな感じですね。これを普段持ち歩いてる感じなんですか。持ち歩いてます。え、先生として。はい、へえ。出勤の時はこっちとこっち。へえ、はい、これだってもう全部書類。へー、これ書類関係って何ですか。あの、要は子供のお子さんとかの問題とかですか。成績とか。成績もあるし、何やってるかとか。へー、そっちの方があったりとか。熊本大前慶、前慶文系や、文系前期。あ、高校生教えてるんですか。高校生の数学と物理と小論文です。それは問題集ですか。それは問題集です。塾専用。そう、問題集見せてください。久しぶりに。どんな感じ。あれ、これ全部何書いとるか分かるわ。絶対嘘あら、うわ、最も似合わないこの絵面、川西敦とこの数学の字あー、等差数列かける等差数列ね。いや、等差数列かける等差数列はないです、うん、等比数列ですアホを丸出してやめようからマジで分からんこれ何？それ結構中に資料が入ってますね。資料というかね、ダイソー。それはダイソーのあのポケットですね、ルーズリーフ。あ、これもうあれやん、あれみたい、今月の売り上げなんぼみたいな資料みたいな感じ。あれ、へえ。共通テスト、ね、共通テストの平均点とか書いてますよね。ああ、なるほど。すみません。よくあるやん。全部資料。パンパンやな。全部紙。これ結構でも重いんちゃうんすか。なんか重い。3キロ。3キロ。はい。ありがとうございました。キャンパーズ、うん。さっぱりしたというか。これでもあの100均言うてましたね。ダイソーです。ダイソー。ダイソー300円。あ、300円ね。300円の。いつ買ったんですか。いつだろう、結構古いですよ。もう5年は行ってない。でもこんだけの、こんだけの荷物入れて5年ぐらいずっと使えるんですね。丈夫です。中芯も入っとるしね。あ、芯も入ってる。裏地もついとる。300円でやったら結構乱暴な扱いしてても壊れないんで、うん、300円って結構あれですね。300円だったらだいぶ安いと思う。で、うん、デニムやしね。デニムって高いんよ。こっちがメインの方。メインですね。メインです、はい、これどこのブランドなんですか。これはビアンキです。イタリアかな。イタリアですね。イタリアの国旗。自転車作ってる会社ですよね。あ、ん、サイドポケット。サイドポケット好きやんな。はい、はい、僕もサイドポケットには財布入れます。ですよね。使いやすいですよね。使いやすい。スマホも入れます。あ、スマホもなんや。あ、鍵も入れます。一緒しようよと僕とほぼ一緒。へえ、前にもポケットある。うん、
これ繋がってるわけちゃうんですよね。繋がってないです。へえ。結構、ま、前のポケットにガッツリ入ってます。これほら。ああ、文房具ゲア。これもさ、あ、大きい財布。財布。ちょっと寄ろうか。ちょっと最近領収書系が増えてるんで。ああ、そうか。独立するっすもんね。はい、うん。で、ここ結構入っとる。この前ポケット見よったのね。これ財布じゃこれ鍵じゃなくてペンケース。これがペンケース。ペンケース。ペンケース。あ、こっちは文房具で、こっちはペンケース。ペンケース。これは何ですか。これはね、開けていいですか。はい。ああ、ガジェット系ですね。あとハンコ。なるほど。小銭入れ。いや、それは名刺系です。あ、名刺ケース。綺麗にされたらめちゃくちゃ。で、メガネ。メガネ。ペンケース。え？ペンケース2ね。ペンケース。センスやからね。センスやから。そう、センス。いっぱい多分使うから。うん、こっちは。こっちは薬入れ。ああ。いや、これはだって。打線もの？いや、打線というか神や。神や。神や。神神。成績？神。違う。行くで。うん、ああ、またこういう系か。そう。ファイルや。いや、やっぱさすが塾の先生やね。仕事道具や感じ。そう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 。めちゃくちゃ綺麗にまとめとるな。しにくい。けど、もうカバンと中身が、うんうん、多分合ってない。どういう意味？もうちょっと書類入れやすいカバン他にあるやろうな。ああ。そうそうそう。このだけ書類と、うん、ガジェットがあるわけやん。ガジェットっていうかこういうものがあって。うんうん、でそのバランスが多分悪いというか、パソコンとか持ち歩かないんですか？パソコンは今は持ち歩いてないです。あ、多分塾の講師っていう性格上というか仕事上紙が多いんですよね多分、はい、でパソコンとか iPad とかは少ないみたいな感じのカバンの中やなと思って、紙が多分大きさ違うんですよね、こっちとこっちと。いや、一緒？まあこっちはあんまり出さない、はい、あ、そっちはすぐ出せるんで、はい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 、こっちさっきも出しにくかったんで、出しにくい、出しにくいけど大事なやつをこっちに入れといてって感じにしてて、すぐに出せるやつ、はい、でまあ、大事なのは、はい、まあ、そうやって黄色のファイルとかにすぐ出せるやつっていうのはそっちに入れといて、はい、へえ、これもダイソーなんですけど、へえ、このペンケースすごくいいんですよ。へえ、ちょうど大きさとか、うん、小さくてよく使い勝手もよくって、うん、で僕の勝手なリクエストとしては、はいはい、こういうやつ作ってほしいペンケースね、ペンケース、今日はあのリクエスト多いね今日は川西教官ペンケースしかないですね、言われたらない。これぐらいやったら結構卒業生とかに記念品で、ああ、そういうことね。あ、始まる前に、うん、言ってたのが、うん、あの重い話されてて、うん、僕もどこで止めたらいいやろ、そうそうそう、あの重い話どこで止めたらいいやろなと思って、はい、あのちょっとだけ聞いてみる、うん、なんか悩まれてるとかそういう感じなんですか？そういうわけじゃないですか？あんま悩みはあるっちゃあるんですけど、はい、周りから見たらないように見えるんだろうな、はい、ああ、ちなみにそれは言える範囲の悩みですか今？言える言えないっていうよりも、はい、ほとんど愚痴になるんで。ああ、へえ、その塾講師としての愚痴があるってことですか？悩みっていうより、はい、整理していく作業やってずっと思って。整理していく作業、いつもこう授業終わったりとか、はい、ぐってなった時にこう反省した時に、はい、じゃあどうやって解決しようかとか。へえ、だから悩みっていうふうには考えてない、はい、ああ、そうなんですね、整理、うん、整理していくっていう。へ、ここがこうだったからこうしないといけないから、はい、じゃあ自分はどうあるべきなのかとか。ちゃんとしてる。うーん、それは子供に対してことですか？子供と関わってるから、まあ、それはありますね。へ、やっぱり人生預かってるんで、うん、どこまで人生背負ったらいいのかとか、うん、やっぱそこは考えます。どこまでが自分の責任なのか、はい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 、生徒にこんなこと言ったけどそれお前責任取れるんかとか、はいはいはい、いうのは悩むっていうよりは考える。なるほどな。あんまそこを悩みっていう風には捉えてないです。へえ。多分悩みはないように見えると思います。すごい考えられて
行使されとるっていうか、まあ、けど言っても、はい、最初からそうやって考えたっていうよりも、はい、やっぱ好きなミュージシャンとかがそうやって言ってて、はい、あ俺も考えなきゃなとか、はいはいはい、サンボマスター大好きなんですよ、はい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 、サンマスターの山口隆も結構 MC でいろんなこと言って、はい、僕もすごく本当動画見ながら泣いてしまうことがあるんですけど、はいはいはい、けどその山口隆さんも、はい、あんなこと言ったけど俺ってそんな人間かなってインタビューで言ってて、はい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 、あそうかそうやって考えてるんやって、はい、やっぱ考えないと、あへえすごっ、そういうのをやっぱ川西カバンの見て、はい、あそうか、はい、こういうふうにお客様のことを考えてるんかとか、あこういう工夫してるんや、はいはいはい、こういう気遣いがあるんや、はい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 、っていうのがあって、はい、ここのカバン欲しいな、あら、ありがとうございますいつ買えるか分からないけど、はいはいはい、やっぱり、はい、なんやろ、そのただの商品じゃないなって、あ、はい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 、まあ、勝手な解釈なんですけど、はい、物語が一緒についてくる、はい、感じがするんですよ、はいはい、商品に、へー、ありがとうございます、あのお詫びの動画があったじゃないですか、ありました、ありましたね、あの時思ったんですけど、あれがこうスタートで、はい、そこからこう出会いがあって、そうですね、こう物語が始まっていく、はい、っていうことよう知ってますねありがとうございます、はい、想定されて作ってくれてるんやなと、あそういうカバンは欲しいな、はい、ありがとうございます、恥ずかしいわ褒められたな、恥ずかしいそういう感覚で見てくれてたんですね、はい、だからもう話してみたいって、生で会って、はい、話してみたいっていうのはすごくあってへで面白いです、はい、ありがとうございますちょっと話を聞いてて思ったのが、しんどいんちゃうかなっていうのをすごい聞いてて思ったんですよ、生徒さんたちの人生をどれぐらい背負うかとか、僕らでもそうなんですけど、お客さんがどういうふうに思ってもらうかっていう、まあまあしんどいんですけど、どっかで気楽になった方がええんちゃうかなと思っとって、それはなんでかっていうと、申し訳ないけど1年経ったら次の生徒たちは来るわけじゃないですか、なんで塾の先生として大事なことは塾の先生であり続けることだと思うんですよ、次来る人に対してもちゃんと合格とか目指す未来に連れて行ってあげるのが塾の講師やなって考えたら、僕は続けることの方が大事で、その子らが、もし先生が辞めとったら振り返れんわけですよ当時を、それからできたら講師であることを続けるためにもうちょい気楽にやってもええんちゃうかなっていうのは聞いてて僕は思いました、その通りやと思うんですよ、はい、続けていくっていうのがもう本当、はい、そこやと思うんです、大学受験って第一志望に通せない生徒の方が、うん、本当に申し訳ないですけど多いんですよ、うん、あ、そうなんですね、うん、やっぱり責任は多少少なからずあると思ってて、うん、でじゃあその責任ってどうやって取るの、うん、っていうのは、うん、もう一つはあの生徒にもう保護者にも言ってるのは、うん、もうあそこは通せなかったって言って構いませんと、うん、いうふうに言って、うんるのと、うん、あとは自分が成長することによってそこが報われるっていうこと、うん、あとは人生背負うっていうところで最低限やらないといけないのは受験っていう、僕はいい機会やと思うんですよ、うん、昔ドラマで言ってたんですけど、うん、自分らしく生きるっていうのは、うん、その他人に押し付けられた困難を自分のやり方で解決していくことだ、うん、好き勝手に生きることじゃないっていう言ってたんですけど、はいはいはい、だからそういうことやと僕思うんで、うん、自分っていうものが何かを見つけるきっかけやと思うんですよ、はいはい、一生懸命やってたら生徒に残るものは必ずある、うん、それは最低限やろう、うん、結果はもう自分で責任取ればいいやと、うん、っていう開き直りというかそういう感じ で, そうなんです、ね、やってます、はい、わかりました、はい、こっからさカバンの方に一体戻すのか閉めるのか悩ましいところですが、閉めるかこの動画を見た人面白いやろなカバンの何を見せられたんだっていうカバンの中身は、うん、人生も含まれるってことや、あーなるほどな、そうやと思う、あそれはというわけで今回は塾講師の佐野先生が来ていただきまして、はい、カバンの中を見てつまどりあったんですけどもそこには佐野先生の人生があったそういうところで、ちょっとこれまでとは違った経路の動画になっております、はい、チャーンチャーンチャラーンチャーンチャラララララン2000円のバックスの券です、はい、ありがとうございます、注意事項はですね、あの
店頭でしか使えません、はい、お店が開いてる時かもしくはうちのスタッフがおる時に、はい、ぜひ来てください、はいはい、すいませんこんなあれで申し訳ないです、はい、それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。バイバイ。